あ、バツになってますね。え、渡るは楽器が一番高い。高い。今の人生。やと思うけどな、俺の中では。はい。俺は車。なんでないの？いやいや、7000万ぐらいかな。いや、安い。7000万ぐらいかな。俺も車かな。あ、そっか。そうだよ。吉江町の車やな。まあ、2億ぐらい。まあ、そんな高くなかったけど。そっか。まあ、広いでしょ。俺は、パソコンかな。フルスペックで、曲作るのとかでした。じゃあ、楽器かもしれない。あ、そうよね。お前、丸やろ。いや、俺、バツでしょ。いやいやいや。一緒に電車で行くときさ、結構先に撮ってってもらった。いや、そんな、嫁ちゃん。わたるは、とてつもない寝坊とかをするときだから。しかも、悪気がないような表情する。悪いと思う。ホームシックになったことがある。おー、はい、あー、せーの。そうですよね。あるよな。そうですね。あ、まあ、ツアーで出たりすることも多いし、まあ、最近引っ越したりとかしましたしね。結構、寂しかったりしますよね。せーの。うん、まあ、ね、そうだと思う。そうですね。この二人が早くて、ダントツ早くて、一番最初に頼んだのに一番最後に出てくるんだ。そう。ケタチ一番最初に食べ終わる。ほんで量も一番多い。そうそう。うん。そう思う。そう思うわ。僕はポーチとか割とカバンに分けて入れるタイプなんで、そんなにごちゃごちゃすること。吉明はポーチ持つ。俺分けるからさ。吉明、終わりや。ノーアリゲショーでーす。カットにもかかわらず、初めは入れるけど、最終的にめちゃくちゃぐちゃになる。いや、端に寄ってんねん。そうそうそう。人一倍でかくて、何が入ってるか全然わかんない。夢が入っとんの。せーの。丸と